ガラバー、皆さんこんにちは。今日のアレンです。今回今ちょうどお使いに外に出た後、帰り道の途中です。実際に今ヤンゴンのサンチャンって場所にいるんですが、これから特にどういった動画を撮るか決まってないんですけど、サンチャンの街を歩いてみて、もしも自分に紹介できることがあれば皆さんに共有していこうかなと思います。早速自分の帰り道を歩いていくので、もし皆様に共有できるものがあれば共有していきたいと思います。ヤンゴンの歩道はこんな感じです。いつもなんかこうやってホースでこうやって水をこうやって外に配ることで、こうやってヤンゴンの暑い中をこの水はけであえてこうやって外に水しぶきを出すことで、こうやって暑い夏も、夏っていうかまあ一日中年中暑いんですけど、そういった暑い中を過ごしています。こちらがアズールホテルっていうホテルなんですけど、こちらのホテルはすごく日本人にも人気で、1泊5000円以下で泊まれるし、朝ごはんも朝食バイキングがつくというすごい有名なホテルです。アズールさんです。もし気になる方はアズールホテルで検索してみてください。はい、でこちらはサンチャンの中でも多分一番大きい大通りとなってて、こういう感じで4車線ですね。ミャンマーはほとんど2車線で大通りはあまりないんですけど、こちらはすごく大きい通りになっております。はい、でこちらの目の前の水色の男性、服の男性が着ているこの下のズボンですね、このスカートみたいなものをロンジーとヤンゴーで呼んでて、この伝統的な衣装となっております。はい、ちなみに今、はい、今自分も兄が着けているのも実はじゃじゃん、これロンジーです。はい、これ1万チャット、日本円で言うと700円ですね。少し高めのものを買いました。初めてのロンジーだったので、自分の気に入ったデザインを選んだので少し高めのものとなりました。はい、でこちら左手に見えるこちらのですね、自転車みたいなやつ、これをサイカーって呼んで、サイドカーっていう、まあ、略でサイカーって言うんですけど、このサイカーは輸入車で最大2人まで乗れるので、これで実際にアレも乗って短い距離を移動したことがあります。近いうちにこのサイカーを使った動画を上げたいと思うので、その方もチェックお願いします。はい、あ、そうです、今から向かってくるのがサイカーですね。はい、こういう感じで前と後ろにこういう感じで乗る感じです。はい、すごく楽しくて、なんかミャンマーならではというか、ほとんど他の国だと東南アジアだとトゥクトゥクって呼ばれるものが多いんですけど、ミャンマーだとサイカーっていうのがすごく主流というか、いろんなところに溢れてますね。はい、という感じです。こちら本当に家の近くまでやってきました。ミャンマーすごくこういう感じで路駐が多いんですよね。こうやって路駐が多いので、すごい狭いところを車がこう入ってきたり、人が急に出てくるので、本当にミャンマーで運転はなかなか難しいかなと思います。はい、こういった感じがヤンゴンの特にサンチャンですね。何気ない風景ですね。こういう感じで壁よく見ていただいたら分かるんですけど、すごい黒ずんでますね。これすべてカビなんですよね。ヤンゴンってシーズンが3つあって、寒気、雨季、冬ってあるんですよ。ミャンマーに冬ってあって、この寒気は今寒気なんですけど、こうやって雨季の時期にすごい雨が降って壁がもう真っ黒になっちゃうんですね。これはまたミャンマーらしいというか、ミャンマーならではのこの建物の色というかになっております。はい、こちらがアレン大好きなサンチャンストリート、よくアレンはこの辺に出没します。はい、こういう感じですね。この辺にいつも用があって出かける感じで、よく使わせてもらってる、はい、道路の一つですね。はい、以上でアレンの帰り道こんな感じでした。なんとなく特に話すこと決めてなかったんですけど、こうやって歩いてみると、いろいろと日本と違うとことか、あとはミャンマーならではのものがあって、いろいろと皆様と共有できたのかなと思います。これからも動画どんどんアップしていくので、これからも脇をどんどんよろしくお願いします。もしも動画見て、あ、ミャンマー住んでみたいなとか、これから日本で生活の息苦しいなと思った方は、ぜひぜひうちミャンマー和教のツアーを使っていただいて、ミャンマーのことをもっとよく知ったりするのもいいですし、もしもミャンマー行きたいなとか、ビジネス挑戦したいなという方は、ぜひうちに行ってくれたら、これからどん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 サポートしていけたらなと思うので、これからもどうぞミャンマー役をよろしくお願いします。じゃあこの辺で失礼します。あったー。